カエスケ駅は、長野県中野市大麻豊津にある、東日本旅客鉄道飯山線の駅である。リニューアル前の駅舎島式ホーム一面二線を有する、地上駅。古線橋はなく、駅舎とホームとは、校内踏切で結んでいる。留置線を有する、長野駅とり野沢温泉駅間の列車の大半は、当駅で行き違いを行う。飯山駅管理の簡易委託駅。 駅舎は、悠久の流れ千曲川の移り変わる式と、消化ふるさとの情景をコンセプトとして、2014年8月中旬から12月中旬にリニューアルされた。駅舎内で、常備券、補充券を発売していたが、現在は、ポスター末にて発売が行われている。営業時間は6時30分から17時まで。 なお駅スタンプが駅舎に2種類設置されており、駅が開いている間に押すことができる。駅ノートに書かれた利用者の要望により、入り口に飲料の自動販売機が設置された。当駅では列車到着時、駅営業時間内のみではあるが、中野市出身の高野達行が作詞した、故郷を春の小川、もみじ、おぼろ月用などの音楽が放送される。 放送される音楽は季節によって異なる。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は94人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。